ということで告知終わり。今日このために来ました私。こちらはね800円かかってるのセールですよ。ロットが少ないので本当にお金がこうってキラッとしてるでしょ。これだけでね5000円とかですよ。キラッとなので100人性別で悩んでる方がいたら100通りがあるなと思って、私の見解とか私の感じたことだということで、これが全てだと思っていただきたくないのでね、そういう形で聞いていただければいいなと思います。今ではこうなんかもう性別性障害という言葉が出てから随分年月が経って、性別性障害という言葉自体がどうなのか、セクシュアルマイノリティという言葉がどうなのかっていう議論も当事者の中では行われていると思うんですけども、私自身どっちでもいいと思ってないので、ね、私は性同性障害の認定も受けたこともないですし、精神科に通ったことも一度もないんですね。たまたま周りに恵まれてて、周りに助けられて今がある。もちろん嫌な思いもたくさんしました。嫌な思いの方が今まで生きてきて多かったかもしれないけれども、なんかその嫌なところを眺めるよりも、なんか幸せなところをこう眺めていると、なんか私は素敵な人に出会って今幸せ、そういうなんか今こうやって皆さんにお話を公表して、こういうことですよ、元男ですよっていう感じでできてる自分が好きだなって思いながら今日ここにやっています。今では全世界的に LGBT という言い方をするんですね。L がレズビアンで、G がゲイで、B がバイセクシャルで、T がトランセクシャルとかトランスジェンダーとか、まあ、いろいろ分かれるような感じで、今のところも早くホルモン注射するから、第二次成長が起こる前に注射を開始するから、そんなに体も大きくならない、これも低くならないでっていうふうな感じで、その治療をどん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 進める技術もどん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 アップしてるんです。ただテレビで言われているお話が、とかテレビタレントのセクシャルマイノリティの方した周りに、え、私女なんですよ、私女なのって何言っても気持ち悪い、あんた男なんかみたいなって言われてる感じ、気分の向きとそういう感じで、でも当時は性同一性障害という言葉もなく、自分が何者なのかもわからない、ましてや小学校のありません。でも自分が間違っているんだなっていうことをちょっとずつ、そうやってやっぱり親にはダメ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 言われて、自分にした反対すること言われて、テレビでは男女が当たり前に恋愛ものもドラマでやってて、女の人はスカートを履いて、男の人はズボンを履いて、もう世の中がそういう風な文化になってるから、それと当てはまらない、私が間違っているんだって、私は何かおかしいんだということを薄々気づき始めてました。小学校になってきて、小学校に上がりました。1年生と2年生が同じ担任の先生だったんです。そしてその担任が、今までありがとう、下からもう来ないけど今はどういだーみたいな感じでみんなでわー泣くわけです。どうやったらこうちゃんが怒るのかな、やり返したい、あいつが学校に来られへんぐらいやり返したら来れるかも、あ、その目があった、その目があった、どうするどうするって、もうどうするどうする、みんな優しいお友達だったから、みんなからは何もこうどうするどうするばっかり言えないから、泣きながら登り棒にくくりつけるたら、え、もう今服につけようかって思って、そしたら来れる、何で服つけ、何度で一番硬いな病院の方学校の落ちないから病院の方を見ると服につけたい、分かったやろうって感じで、女子が10人ぐらい集まって、その男の子2人をこう、今思うのは、もし子供の頃にそのことを、例えば自分の性別って選んで生まれておられない、でもそれをマイナスと取るか個性と取るかって当事者自身だと思うんですね。まず当事者の自身が自分の置かれた立場とか境遇を間違ったっていうふうに取らずに、正しく理解して間違
人なんていないの、男と女も一緒にいるのに実はみんな違うよって思えること。でもなかなかこういう問題で先生に相談できない、じゃあ先生何ができるのかなって、こうやって考えたら先生方って環境を作るだけで十分だと思うんです。例えば私の学習をもしよかったら図書室とかに寄贈しますから、それなんか子供が見えるところに学習を置いておく、子供がそれを開く、今日プロフィールカード一人一枚ずつお渡ししてるんですけれども、それをこの人どうやって変えたと思うとか、世の中こんな人いてるんだよ、いてもいいんだよ、生きてるのよ、これも人間なの、間違ってないよっていうことを周りからちょっとずつちょっとずつ浸透させてくれるだけでもいいと思う。それだけで子供はもしかしたらお友達に私に同性が好きなのって、もしかしたら相談できるかもしれない。逆になんか先生たちが早回りをして女っぽいかなと、もしかしたらセックスショックかもとか早回りをしてしまうよりも、先生たちができることは環境、でもそれってすごく大きいことだと思います。さっき言ったように、会社の家族も自分を責めると思うから、お母さん間違ってないのでは先天的なものだよって、正しい知識を上げてあげるだけでもいいと思います。今ではテレビで、いろいろな人が騒いで出てるから、間違った認識が広がってるかもしれませんけれども、私は、こうやって教育関係の講演は、政策を、ご犠牲にするのをこうやって聞いているのは、なんか今日、この人数の先生の話してるんですけれども、なんか先生、お一人お一人の後ろに、なんか子供たちが見えるような、そういう気持ちで私はお話しました。なんか今後、セクシャリティのことに悩む子供たちが、一人でも減ってくれたら、たかだかってあえて言います。たかだかこんなことで修学旅行を棒に振ってほしくない?たかだかこんなことで学校生活を不意にしてほしくない?みんながそれぞれの力を受けれる環境をぜひ先生たちが、今日私の話をたくさんいろんな脱線もしましたけど、その話の中で何か一つそういうことを感じていただけたらなということで、なんか拙い私のお話でしたけれども、先生たちの心に何か守ればいいなって心から思っています。なんか講演とほど遠いものになってしまいましたけれども、今日は皆さんにお目にかかれて本当に良かったです。お招きいただきましてありがとうございました。みたいにいろんな授業を使うんですけど、この子の目が可愛いからこの子の目を使おう、お花はこの子を使おう、髪型はこの子を使おう、まあ髪型は当初の私が短くてできなかった思いを今絵に描くというようなところがあるんですけれども、まあ見ていただいたら、まあ、女子ですよね。でもまあ無性別を捉えてまあ、いる方それぞれで、まあ、でもまあ男が関係なく一人の時としてなんか子供としてそのベースをまあお子様とおば様のような感じで書いてありがとうございました。はい、嬉しいわ、なんか嬉しいわ、ここに来てください。もう今年終わっちゃったんですけど、5月にテーマのこれが終わったんですよ。そういう方ってこうまだまだちょっと残念だなと思うところもあるんですけど、私は一概には否定してないんですね。なぜならそういう人がいるっていうことを知ってもらうきっかけになるじゃないですか。それを例えば知ってもらって、なんていうのかな、当事者のことを当事者以外の人に本気で理解してくださいっていうのって非常に困難であって、もしかしたら無理なことかもしれないですね。でも知ってもらうことってできると思うんですよ。だからそういうことにはなってるんじゃないかなって。だから日本自身がまだまだなんかそういうことに対して発展途上な気がします。だからこう私はたまたま職業的に恵まれてて、別に会社員もしてないですから、自分はこうですよって全てをさらけ出して皆さんの前にこうやって立っていられるんですけれども、私のところにご相談のメールが来る方ってこう本当に生きづらさを感じながら、例えば50代の方でもう子供を持ってるから男の部分は隠して母親をしてますって、コールさんをお手に行った時だけが男に戻れる時ですよとか、なんかそういう方もいるんですね。だからまず知ってもらうことが大事と思うので、メディアはそういう意味ではあ知ってもらうきっかけになってるなって、あとだから子供がそれを見て何かごねえおねえって言ってる時に言ったらダメよって教えるんじゃなくて、そういう人どう思うっていうふうに子供に返していただいて、それを修正してもらうのことを今日
教育現場の先生方にやっていただけたら、子どもたちの中でよりきちっとした理解が深まっていって、もしそういう人に将来巡り合った時に、学校自体に巡り合わなくても、なんかそういう時に、あ、先生が言ってたあれかなとかいうことに当てはまったらいいんじゃないかなと思います。先ほど私たちのウェイトライさんがやった役って、私は GID の中の MTF のですね、メールトゥフィメール、女性か男性から女性になったメールトゥフィメールなんですけれども、ウェイトライさんは FTM のやつをされて、フィメールトゥメールなんですけれども、 FTM のやつをされたんですけども、まだ私とは違った、今日も私の経験をお話ししたんですけれども、もっと苦しさが待ってるわけですよ。ある一つで生理が始まって、男の胸、いきなり股間から血が出るわけですよ。それに耐えなくてはどれほどのものなのか、いきなり思春期を迎えたら男の胸に胸が出てくる、この辛さ、私とはまた違った苦しさがあると思うんですね。でまた、もしもっていう子がいたら、私はそういう無理やり子供たちにそういうことを教えていただいて、そういう本とか私のプロフィールとか、こういう人がいるよっていうのを目につくとか、覗くだけでも、なんかその子のアイデンティティが広がるんじゃないかなと思うので、なんか話してますけど、何かやっぱり知るっていうことってすごくまず大きな第一歩になるので、その一歩としては私はメディアはいいんじゃないかなとは思います。全てを否定する気はありません。はい、子供が勝てない、解剖学をしてもデッサンをしても子供が勝てなかったのが、子供と触れ合うことで子供そのものは描けるようになるんですね。でもそこに限界を感じた時に、もっと突っ込んだものを描きたいと思った時に、あ、今度は自分とちゃんと向き合ってないな、自分をちゃんと見れてないなと思ったんですね。だから、まあ、クライアントからもその可愛い、淡い、買いやすい絵を求められた部分もあるんですけれども、一旦ちょっと自分が休んだことをきっかけに、とことん自分を突き詰めて、自分と向き合って、アーティストにとってすごく大事なことだと思うんですね。自分に嘘をつかずに向き合うことが苦しくても、今もその作業というのをとことんしてるんですけれども、自分が例えばこの水が美味しいって感じたら、どの感覚でどういう風に美味しいって感じたんだろうとか、その見えるだけの感覚じゃなくて、感情の感覚もどんどんやりたいなって思ってて、だから最近ちょっとやっぱり目もやっぱり目を中心に描いていきたいなっていうのがあるので、だから今思うのは、その子供をモチーフに描いていただいても現代社会をもっと進めたことによって、その自分自身を投影して描いていきたいなっていうのは思ってますね。ちょっとまた宣伝チックになるんですけども、今ちょっと構想を描いている水色のテントウムシっていう絵本を作りたいと思います。私のことを描いているんですけども、水色に生まれてしまったテントウムシが自問自答して、周りからいろいろあって旅に出て、いろんな人に出会って、自分も水色で言うんだって、みんなと同じ、みんなと同じ赤じゃないけど、自分も自分で素敵な色なんだっていうことを気づく旅物語をちょっと描こうと思っているんですけども、なんか多分絵のことを話すとあと5時間ぐらいかかるので、私のブログをずっと読んでいただけると、子供のこととかのこともずっと一応書いてるので、ぜひ読んでみな私もちょっと興味を持って読んで